テルスヘリングの紋章、テルスヘリング島の一衛星写真によるテルスヘリング、テルスヘリング島は、オランダフリースラント州の基礎自治体、西フリースラント諸島の島の一つである。ワッテン海に浮かぶ、島々の住民たちは、騎士を洗う波に乗ってたどり着いたもの全てを使う、基地に飛んでいることで知られる。わずかな樹木を木材として使い、農場となやのほとんどが、 南パ船から取り出したマストで建てられた。島々の周りは航海の難所として有名で、今日でも北海で船の積み荷が流され多くのコンテナが閉まり、漂着する。おそらく、テルスヘリング島沿岸で最も有名な海難事故は、フランス海軍のフリゲート艦リュティーヌ号が、ロイズ所有の金を乗せて座礁したものだろう。その他の有名は、船は、 フォルメルンの町近郊で沈んだ丘18号である。最近まで船の残骸が海中に見えることがあった。テルスヘリング島西部にあるパブはこの船にちなんだ名前である。テルスヘリングは毎年開催されるオエロル祭りで知られる。町の自然や風景を生かした演劇が島中で上演される。本土の町、ハルリンゲンからフェリーが定期往復している。 島の現在の形が固まったのは中世で、かつて西側はデス・ヘリングと呼ばれる砂地であった。東側には、島の原型であるウェックサリアがあった。ウェックサリアは、テルス・ヘリング島東部を指す、中世の名前であったが、中世の終わりには失われた。最後にウェックサリアの名前が現れたのは、当時のテルス・ヘリング領主ホルケル・スポプマと、イングランド王エドワード四世が1482年に、 結んだ条約の中である。テルスヘリングに文明が現れた、最も古いものは850年頃に遡る。当時、シーリップかストライエップの近郊の丘に小さな木造教会が建てられた。この丘は後にストリパーカーコフで知られる埋葬地として使われるようになった。東へ進出を願う歴史的な熱狂が西、テルスヘリング島民の間で高まった。 彼らはより東側への地を拡大しようとした。1612年、この動きによって、島は二つに政治的に分かれた。西テルスヘリングと東テルスヘリングである。19世紀初頭のわずかな期間にフランスに占領されたものの、すぐに島は一つにまとめられた。1666年、西テルスヘリングは第二次英乱戦争でイングランドに略奪を受けた。 イングランド艦隊はテルスヘリング島の西側にあるフリーラント島に停泊前に初めオランダ小艦隊を襲う計画であった。オランダ艦はテルスヘリングへ向かって交代した時、イングランド艦隊は追いかけ、150隻のオランダ船を破壊し、西テルスヘリングの港に上陸した。この時に町はイングランド人に火を放たれた。イングランド提督ホームズの名にちなんで、 ホームズの焚き火と呼ばれた。翌1667年、ミヒル・デロイテル式のオランダ軍は報復遠征を行い、メドウェー川襲撃でイングランド海軍に手ひどい敗北を与えた。これが元で第二次英乱戦争が終結した。テルスヘリングはワッテン海上の島々の中で唯一クランベリーが育つことで知られる。年、解決病に効果があることから、 船乗りが、損一杯煮詰めていたクランベリーが、遭難した船から島岸に漂着し、島民たちは自分たちの航海用に栽培を始めた。クランベリーは、島のあちこちで見つけることができる。現在、クランベリー畑は0.48平方キロメートルの面積を占める。島の飲食店やパン屋で旅行者相手に売られており、容易に味わうことができる。西武連団灯台、ありがとうございます。